Hazard。 では次はキャラクター制限があるもう一つのデイリーミッション制限、指定はクレアだったのでクレアを使います。でね、キャラクターの中に衣装っていうものがあって、こんな風にね、衣装も変えられます。ヒーンってね、まあ、今回はこっちで行きましょうか。はい、では行きます。スタート。今回はここか。来るな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 。そしてメガトンキー。うわいやいいよ、間違えた。なっちゃって喋ること忘れちゃう。おい、当たんない当たんない。よしよしよし。ここはねちょっとタッキーのところに比べると結構難しいです。ちょっとあれね、タッキーのやつは頭攻撃するとなんか変なのが弾き飛ぶので、これをね打つと爆発するので、それを使ってダメージを与えます。とちょっと硬いんです。はい、またこれを使おう。今回は時間制限もあるね。さあ、来い来い来い、おらおらおら、だじゃん。そしてキー、よし、あ、来た。これこれね、あいつに近づくとカウントダウンが始まって、それがゼロになると即死レベルのダメージを受けます。かなり強力な敵です。なので優先して倒しますね。近づきたいけど近づけない。ほれ、よし、オリア、よし、殻を剥がした。そうすると多分ダメージが取りやすくなる。よし、今だキック。うわうわ、ナイフでいけるか。うわっと、あぶいてー。よし、おお、いっぱい出たいっぱい出た。やばいやばい、よし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 、痛い痛い痛い、当たんない当たんない。おりゃ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 、よし、おりゃ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 、よし、今だ。だってひるんだ時に攻撃だね、あ、打撃だね。おりゃおりゃ、たまらんたまらん、あぶねえ。よし、これ使おう、これ。この変なの。あ、来るな。よし、今だ。よっしゃ。ボン。ボン。で、よし、ビリビリ。あれを打つとね、電撃はビリビリになりますね。電撃ビリビリ。よし。よしよし、やばい、黙っちゃう黙っちゃう、これ。よっしゃ、ロッキー、いく。よし。よしよしよし。いや、うお、近い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 。で、当たったのか。しゃ、よし、ここまで来たらハンドガンで。おりゃ、おりゃ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 、よし。順調順調。あ、絶対あいつ、
あいつはなんか火のファイアボール飛ばしてきます。ファイアボール、落ちた。やばいやばい、うん、あ、ごめん、あれ、やばい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 、よし、このちっちゃいのは素早いんです。しかも毒持ち、やばい、これ結構やばい。近い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 、痛い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 、黙っちゃう、ほんと黙っちゃう、これよいしょ。これはね、誘導、誘引、誘導です。敵がね、寄ってきて、そして爆発する。はい、落ち着いたね。そうだ、そうだ、全然、全然死なない。これちょっとわかんねえね、弱点か。こいつ倒そう。あ、ちっちいのち。よし、ちょうど車がガードする形。やばい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 、これはやばい。回復と、よし、誘引瓶、爆発瓶あと2個か。もう少しまだ取っておきたいね。これはなんだ、ショットガン、よし、一応先に倒したい。ねえ、アトンキー。あー、強いな。よし、で、一応ショットガンで倒そう。これをね、うまく縦に使って、もう2発しか撃てない。うお、やばい、あれ、リロードできてなかった。あとちょっと、あとちょっと、うわ、よし、あと5体倒せばクリア。一応メダルは出たけど。あ、やばいやばいやばい。あ、ショットガンじゃない、マシンガンだ。やばい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 。やばい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 。まず、あの動きの速いやつ。よし。うわ、なんかいっぱい来たよ、いっぱい。これや。巻き込んだ。ショットガン落ちてるから使っちゃおう、ショットガン。で、乗りや。よし、そしてキー、はい、終わり。こんな感じでね、ダンジョンが進んで、レベルが上がって、スキルをいろいろ覚えさせて、銃を強化したりして、新しいステージを挑んでっていうのを繰り返していきます。面白いので、ぜひね、まだ買ってない、プレイしてないという方は、やってみてはいかがでしょう。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。
またね、バイバイ。